おお、なんか戸惑うね。急に新しい世界観。固まってるの明らかにな。こいつらは汚れ人ってわけじゃないだろ、でも。これ何？どういうこと？調べる。ん？外壁の隙間から巨大な鳥の巣が見える？見えないけどな。鳥の巣？これ隙間なのか。鳥系の悪魔がここ取り仕切ってんのかな？ちょ、待って待って。宝箱ね。残魔ストーン。あんまいらない。で、まあ、汚れ人が何なのかって話だよな。もう滅んでんじゃないのか、汚れ人。で、悪魔がはびこってんのかもしんないよね。ただこう丸い構造になってるわけだな。宝。チャクラドロップ、これはいい。問題は何層構造になってるか。何階建てかってとこだな。第一展望台だもんね。まあ、ここまで第一展望台まではエレベーターで来たけど、こっからは階段で行きなさいって感じなのかな？ん？なんか、ひょうきんなポーズで固まってるやつもいるな。これになんか触れてほしいね。そう、この石像。これは何なんですか？なんだここは。汚れ人の彫刻家かなんかのアトリエ？楽天的だね、ワルタ。随分と精巧な表情だな。この怯える形相。そうだろうね。絶対人間固まってるよね。まあ、石化させる鳥ってこと？何か音がしたわ。さっき鳥の巣があるっつったけど、バージリスクとかかな？石化させる鳥。来る？素敵。あら？今まで来た人間の中であなたたちがダントツの素敵さ。今まで来た人間？他になんか来てるやついんの？その若くて生命力あふれる死体、エロい。まさにメデューサ？このメデューサ様が求めるアートよ。メデューサいんのかよ。鳥じゃなかったね。おー。なんかあれだ、ギリシャ神話系だな。さっきはミノタウロスだったし、今度はメデューサ。おー、なるほ今まど。でいろんな人間がここへ登ってきたけど、あなたたちは最高のコレクションになりそだう。いぶ絵のタッチが変わったな、メデューサ。メデューサって今まで出てきてはいないか。メガテンシリーズでは。メデューサっていう形ではいないよな。ここで美しい私と共に美しい永遠を過ごしましょう。メデューサか。何が効くんだろうな。ですよね。おー、でもかっけえな。目が光ってる。あなたたちにはどんなポーズをお願いしようかしら。このメデューサによって、汚れ人たちが固められたってことか。それか、ここを訪れた人間。でも、侍は来てないはずだもんな、ここに。そうね。太陽を求めて両腕を上げているのがいいわ。ああ、やっぱり、地下の連中を固めてたのはこいつなんだ。太陽を求めてる連中よな。歪む形相に限るわね。いつも通りのやつやん、それ多分。他の連中と同じ感じになるんだろうな。何が効く？蛇だろ？サメの苦手だろうな。ルフラ。絶対なんか弱点あるはず。ジオ。いや、ちょ待って。冷静になれ。たるんだ。冷静に。ミノタウロス戦思い出せ。ちゃんと数やってる。あー、MP がないね。タムリン。いきなりのボス戦はこうなっちゃうからな。ここはノッカーさんに交代してもらいましょう。落下じゃ撃ってもらうわ。落下じゃたるんだね。だいぶ軽減できる。あと怖いのは石化だね。ジオ撃ってみようか。ジオ聞け。あー、吸収にやり。そうかそうかそうか、長系なんだな。ってことは、アギとか、うおー、割れたー。ジオンか。ジオ撃ってくるのね。なるほど。百蛇の麻痺が。うわおわおわお、やばい。麻痺ってる。麻痺はやばいなー。あー、行動不能か。これやばいですね。どうしよう。ヤナウシー麻痺ってんだよな。回復手段がねえぞ。うわー、ディアで？いやー、そんなもんかー。いや、これはまずいなー。あ、治った！治った、よかった。よしよし、レアナンシーよかった。悪いな。割れたー。クソ、なんとかしてくれ。こいつ強えぞ。タスラムショット。そればっかりやってろ。ジオンがねー。さっきの100じゃのなんとかがいつも。割れたー！よく引きつけてくれた、でも。麻痺直そう。
麻痺どうやって麻痺が治せません。落下すると落下じゃ。ちょっと入れ替えるか。麻痺を治さないと。あれアイテム使いがいないね。やべ、アイテム使いいないのか。アイテム使いがいませんよ。自然に治るのを祈るしかねえか。楽んだ打つわ。楽んだ打って。楽んだ打って。一応メディアかな？一応メディア。さすがにだいぶ耐えれるようになったと思うんだけど。タスラムショット。耐える耐える耐える。中の NT がね、ジオンが耐える耐える。楽ってミドル。うわ、強え！何それ！こいつ強ないっすか？出たよ！いや、ニヤリからのそれは無理だわ。ニヤリからの100じゃは無理だって。まあ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 。まあ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 。まあ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 。なるほどね。まあまあわかりましたよ。ノッカー科学でアーシーズか。アーシーズ電撃吸収。電撃プレロマー。ほー。アーシーズレベル8だけど HP 高いし、MP が少ねえのか。34。でも落下じゃ3回は打てるから、電撃吸収で落下じゃ打ってくれりゃなかなか使えるかもしんない。カークちゃんは全然育ってないけど、その辺でまた拾えるから、行こうか。落下じゃ要員としてな。あ、違う、落下じゃ2回しか打てない。まあ、2回打てりゃいいわ。電撃プレロマ覚えるくせに、電撃技、電撃魔法覚えないんだ。継承用だね、これ完全にね。まあまあ、精霊だからしょうがないか。これで行きますか。ブフアギマハラギ落下じゃ電撃プレロマ。行こう。で、この電撃吸収に非常に期待がかかっております。アーシーズくん、期待してるよ。私は精霊アーシーズ、今後ともよろしく。お役に立ちましょう。紳士。紳士のような話し方、いいじゃないですか。で、アーシーズ、落下じゃ張り終わったら、タムリンと交代って感じで行きましょうかね。求めてる。はいはい。まあ、やらせていただきましょう。ザンが効くと思うんだ。引け！ザン！それでいい。勝った。これでいける。たるんだ。ひたすらザンを打ち込んでいけばいい。そうね、落下じゃ。お前落下じゃを2発撃つ用意な、アーシーズ。役目折り返しろ。1回ぐらい電撃吸収してほしいね。回しましょう。ザン。嫌な足は完全に回復要因。手間からたるんだ。たるんだ2発目。で、アーシーズ落下じゃと、完璧な流れですよ。これでだいぶ効かなくなるでしょう。二つ最低。カイちゃん！お、いいね！ナイス！ワルター、やるときやるな。いいよいいよ、引きつけろ引きつけろ。ジオンから、ナイス！アーシーズ！完璧な役回りだ！それでいいんだよ、アーシーズ。理解してるね、自分の役割を。完全に今自分から前に出たよな、アーシーズが。お任せを、つって。完全に前に出た。もう一発サルンダ打っとくか。3段階までは行っちゃって大丈夫だろう。まだこの辺の中ボスってどうだろう。デカジャとか持ってないんじゃないかな。デクンダか。まだ持ってないと、仮定して、もう一個たるんだ、積んどこう。もう一個たるんだ。やなし、次へ。アーシーズ交代しようか。チェンジで、タムちゃん出しますか、タムちゃん。タムちゃん召喚。で、ザンを撃てると。ちなみにこれあれかな？やっぱり、あれだ、個人個人にかかるタイプだ。場にかかるタイプじゃないね。この補助魔法。新たに出しちゃうと、カジャ系は恩恵を受けられないと。いうわけだ。だから、ウンダ系の方が使い勝手はいいってわけだね、今作も。まあ、関係ないね。ハムちゃんなら耐えてくれるっしょ。ねえ、聞かせてちょうだい。何ですか？私のコレクション、あの石像の美しさはあなたたちにはお分かりよね。いや、ちょっと趣味が悪いっすね。わかんないっす。あ、確かに美しい。あんなものは見にくい。無視。これね、結構大事なんだよな、この選択肢。ミノタウロスの時結構やられたもんな。確かに美しいっつったらなんか調子乗りそう。でも、あんなものは見にくいって言うとなんか怒り狂って攻撃力上がるみたいなのありそうだな。下手に同調するのは良くないよな。なんか、後でイザボーにすげえ小言言われそう。アシツリ君ってあんなのが好きなの？みたいな。あんなものは見にくい。
私に向かって憎いという言葉を吐いたわね。これは？うわー、言ってない。醜いって言われたのか。それはそんななりしてたら醜いって言われるわ。みるみる怒りが満ちていく。怒れ怒れ。攻撃力上がる。あ、まあ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 、うん、まあ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 足るんだ、一回分か。よし、もう一回足るんだ。まあ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 、元の美女の姿に戻ってほしいな、メリューサな。で、残よ。タムリンはね、運気少ないからな。会社当てろ。いいね、ナイスナイス。すごい。あ、弱い弱い弱い。タルンが効いてるよ。ジオンがいいねいいね。全然効かない。いいぞいいぞ。お、さっきのなんとかのカンとかやってこない。なんとかのカンとか、全然やってこないじゃん。じゃあ、打ち込め。いけるいけるいけてるよ。あれ、さすがにそうか。もうさすがにないか。MP な。ここでチェンジしちゃうのもちょっと怖いよね。せっかく、このね、落下者が効いてますんで、このままカラタンでいっちゃってもいいのかな。ここで変えて通常攻撃食らっちゃうと怖いもんな。タムニンはまあまあ強いからね。タムニンは任せられるんだけど。回すか。次へ役にするか、マカラ。次へ役。ザン。タムニンで手数を稼いでいってメディア。よしよし、いいんじゃない、いいんじゃない。で、ザンよ。ミサキがザン打ち込みはこれでね、ダメージソースになりますから。で、これ飛ばすより殴った方がいいのか。飛ばすとちょっと、一手無駄になっちゃうな。うわあ、飛ばしたかった。アギじゃねえんだよな。クソガキどもが。タヤマ？タヤマの犬のくせして。タヤマって誰ですか？タヤマ硬い。布団？いや、そんなことないだろう。いくらなんかさっき文学の話してたけど、いや、そんなタヤマの犬？お前らはおとなしく。僕らみたいにして暮らしてりゃいいんだよ。なんか地底人を率いてんのが田山って言うんだろうな。で、それを阻んでるのがこのメデューサ。こいつ何を言ってやがるんだ。ね、俺たちが上から来たとは思っても見ないんだろうな。地底の連中がまた上に行こうとして、それを石像に変えてたんだこいつは。で、それを率いているのが田山。一体田山とは誰なんだ。戦いが不利になってきたものだから気が変になったのかしら。確かに結構ダメージが蓄積して気が変になったのかしらね。冷静だなこいつら。タスラムショット。ワルタいいぞ。引きつけろ。ジオンがね。これ大丈夫大丈夫。ラッツミル。これも大丈夫。よし。あ、さっきの全然やってこないじゃん。なんとかかんとかのなんとか。あれが一番恐怖だったんだけどね。なんとかの連撃か。にやりきた。いけるいける。ブフぐらいは効くよな。ブフぐらい打とうか。いいね、ブグでも70効くじゃん。いいぞいいぞ。メディア打っといて。完璧な流れじゃない。で、ザン。ザンぐらいやったら MP 持つから全然いいな。威力も上がってる。さらにこのニアリからのザン。これは効くだろう。254。ブフ打って。いいね、いいね。さらに、ザン打つと。だいぶ足に来てんじゃないの？足ないけど。ニアリ。いいよ、タムリンニアリ。人間の分際で。私をここまで追い詰めるなんて。ちょっと調子に乗りすぎたんじゃありませんか。もういい。え、私の負け。素直。あなたたちを石像にするのは断念。あ、わかったわ。石像にするのは、石像にするために綺麗な形で残そうと思っていて手を抜いていたけど、もう構わないわっつって、形も跡形も残さず殺してあげるのパターンだな。嘘なんかじゃないわ。私の目をよく見て。見るわけないだろう。真剣に見つめる。いや、やってみて。絶対石化するけど、やってみてえな、これ。横目で軽く見る。絶対見ちゃダメだって。構わず戦おう。これは。構わず戦いを続けた。見た方が面白かったかな。ちょっと横目で見とけばよかったかな。あ、完全無視になっちゃうんだ、あれ。あ、面白くなかったな。わあ、ちょっとチキっちゃった。横目で見とけばよかった。もしくは真剣に見つめてもよかったかもしれない。いいね、タムリン。それでいい。それがニヤリの効果よ。もうちょいだろ、もうちょい。ニヤリ。さらにニヤリ。これ飛ばす。で、ザンよ。ニヤリか。あ、かくなってるぞ。いけいけいけ。いや、石化攻撃ちょっと見たかったなーっていうのはあるな。絶対石化攻撃だったはずだもん。
もったいないことしちまったか。なんじゃい。まだ死なない？まだ死なないね。どうしよう、回して残だな。回して残。おい、82。死んだか。そう、ちょっと実況者として。いやよ、私の体が崩れて。実況者としてあるまじき選択肢を選んでしまったかもしれません。まあ、スタイルはいいけどね。そこは美しくないわ、散り際が。もっと美しく散れよ。美しさに自信あるんだったら。いや、なかなかの強敵だったな。レベルアップ。まあ、魔力が足りないね、全然。一撃で、あのメデューサぐらい一撃で吹っ飛ばすぐらいの魔力に成長したい。というわけで50。いいでしょう。アプリポイントね。100ぐらい一気に欲しいわ。ひどい悪魔がいたものね。人を石に変えて喜ぶだなんて。そうだな。ただ田山が気になるね。気になるな。気になるな。黒き侍が汚れ人の里から来ているとしたら、うん、ミノタウルスやメデューサをどうやり過ごしていたのだろう。確かに賢い、ヨナタン賢いな。手なずけるほどの猛者か。別の考え方をすれば、あるいはまあ同類かってことだよな。メデューサやミノタウルスと同類の悪魔ってことですよ。思っていた以上にこの任務、骨が折れるかもしれないな。軽く考えすぎじゃない？俺は骨が折れると思ってたよ。地下世界探索しろなんていうアバウトなな命令ではありますけど、とりあえずこんなもんでいいや。ちょっとマップ埋めてくるか。飛ばしてきたからね。アイテムも拾って。235万か。うわぁ、割と高えぞ。235。めっちゃボルやん。このキャバクラ。めちゃめちゃ高いって。それじゃあね、うわぁ、最悪だよ。ぼったくりバージョン。なかなか難しいもんだな。さあ、タムリン。レベルアップ。この新しき力がきっとあなたを見せることでしょう。エストマソード？何それ？多分あれだ、あの、マザー2のさ、レベルが上がったら、触れるだけで、ウィナーになる。あれと同じだな。エネミーシンボルに攻撃成功すれば、エネミーシンボル状態で勝利確定するっていうやつか。面白いスキルではあるけど、どうしよう。別に今はいらないかな。将来的にって感じだな。ただのエストマが欲しいよ。エストマソードよりは。シンボルエンカウントしなくなるやつが欲しい。捨てよう、エストマソード。いいね、ブフザンアギマハラギ。さあ、受け入れるのです。ニードルショットしかない。まあ、一応もらうだけもらっとくか。入れ替えるけど、後で。これでいいでしょう。もっと受け入れていいのですよ。いや、やめときます。タムリンさん。ありがとうございます。まあ、みんなで分けようで、前はうまくいったんだよな。みんなの数が多いと減っちゃうな。あ、違う。うまくいってないわ。うまくいってねえわ。マハラギは良くない。これは良くないよ。毎回グレムリンがこれで死ぬんだよな。このカハクとの会話失敗で。毎回死んでる。マカラも死んじゃったか。あー、これダメだ。こいつはダメだ。逃げるか？ 63%。 女の子モテないでしょ。お前にモテればいいで前ダメだった。何が悪い？顔が悪いでしょ？口が悪いでしょ？態度が悪いでしょ？そんなことないよ。こいつ無口だよ。いっぱい悪い。見透かしてるのはプレイヤーを見透かしてる。人間をいじめるとね、面白いんだよ。いじめかっこ悪い。これダメだったな。いじめてほしい。いじめ返してやる。いじめてほしいはなんか本当にいじめられそう。いじめ返そう。なるほど、なるほど。そうやっていじめがいじめを呼ぶんだね。なんかじゃあ、よかった。正解なのか、あれで。あれちょうだい。あげるあげる。288。めっちゃ金払ってる。マジで勘弁してくれ。もらってもらった。よしよし。カンガタもよろしく。たっけえ買い物だったな。科博のスカウトでめちゃめちゃ仲間も死んだし、めちゃめちゃ金もアイテムも取られたし、踏んだり蹴ったりなんですけど、一回帰りてえな。帰ろっかな。もしかしたらターミナルがあるかもしれんという望みにかけて、ちょっと次のエリアだけ、一回階段だけ降りさせて。一旦。入っちゃっていいのか？エレベーターか。
怖いなー。こんな近くにターミナルないか。さすがにまだかなー。ん？え、1階に来ちゃったよ。街に出れんのか。あ、誰？目つきの悪い男と愛想の悪い男が羊たちを見てる。ちょっと1回録画を切らないと。やべえな、このままボス戦とかなったらちょっと勝てないわ。雑魚しか残ってない、タムリン以外。目つき悪い。あ、でもよく考えれば普通に人間がいるんだ。なんじゃいてめえら、なんでスカイから人が出てくる。完全にあっちの人だわ。あっちの世界の人だ。触れない方がいい。この野郎、おめえらどこの町のハンターだ。ハンター、どういう世界か。もしかしてあれが汚れ人。汚れてるな、あれは。間違いないわ。汚れ人だ。ガントレットと同じ魔法の言語を喋っているわ。え、でも聞き取れるってことだよね。おそらく汚れ人よ。それにしてもひどい訛り。訛りね。おのれら、どこのもんじゃい。確かにひどい訛りだ。しかとしてくれてんなよ。どうやってここに入り込んだか聞いてんだ。はあ、でもやっぱ魔法の言語は日本語だったっていう、そういうことなんだろうね。俺らのこと誰だかわからねえふりする気か。誰なんですか、あなたたちは。チーマーですか。知るわけがないだろうが。本当だよ。俺らは上から来たんだから。上から来たんだぞ。上っておめえ、上のことは知ってんのか。スカイタワーの上を指さした。じゃあ、てめえら、まさか。そうだよ、お侍さんだよ。天井から来た天使だってか。いいね、いい声してるな。さあ、こいつらは上に行くと天使に遭遇すると教わってるわけだもんな。で、俺らは地下に行くと汚れ人に遭遇すると教わっているわけだ。いえ、僕らは東の帝。どうした、東の帝。お、近寄ってくるんじゃねえ。天使を恐れてるね。天使が降りてきやがった。殺される。いい三下感だな。逃げていった。逃げ出してしまった。逃げちゃったわ、汚れ人たち。どういう教わり方をしてるんだろうね。ねえ、あれが伝説の汚れ人？ただのチンピラでしたね。伝説上の魔法使いだというから怪物みたいな連中を想像していたけど。なあ、ただのヤクザだったよ。俺たちと変わらない姿をしていたな。そうだね、人間ではあったね。よかった、ミュータントじゃなくて。それにしても僕らを天使だなんて。なあ、イザボーならまだしもな。ワルターのどこが天使なんだよな。どういう世界観の違いがあるんだろう。建物の外へ出た。出ちゃうんだ。こいつら怖いもの知らずだな。こっからどうすんだよ。広い世界に放り出されちゃったね。おお、でかい。こんなでかかったのか。まあ、天空まで伸びてるわけだしな。これが汚れ人の里。汚れてるね。滅んじゃってるね。なんだかひどく寂しげなところね。上から眺めた時は綺麗だと思ったのに。確かにな、山の上から見る夜景綺麗だけど、実際降りてみたらガムの捨てられた跡とかな、汚れもんな。灰色の四角い塔ばかりだ。まるで巨大な墓石が並ぶ墓場だぜ。墓場か、言えて妙ですね。そうか、でもまだ人気が感じられないって感じなのか。マスター、ウーゴ様から通信よ。はあ、ウーゴから。これが地底の BGM ですか。いいじゃない。やあ、諸君、ウーゴです。お前も気楽だな。無事汚れ人の里東京に到達しました。ウーゴはもう知ってんのか。笑いざらい話せよ。東京、ここが東京、東の都。さよう、汚れ人どもは己らの里をそう呼ぶのです。で、汚れ人だからかつての東京都民ってことだよね。我々人間ってことだよな。さて、今回は我ら修道院の研究の成果をお裾分けしてあげましょう。なんかウーゴがどんどん俺たちに情報を渡してくるけど、何なんだこいつ。俺たちを啓蒙しようとしてる。データ送ってくる。なんでウーゴはそんなデータ持ってんだよ。修道院から東京のマップ画像を受
東京のマップ画像持ってたの、もともと知ってるな、さては修道院。それを参考にして任務に励みなさい。諸君らの活躍を期待しています。もう事前に洗いざらい全部説明しろって。と言っても成果を上げるまでは一切特別扱いしませんがね。でもそうだな、プレイヤーである我々は東京がだこうだみたいなね、かつての東京がみたいな話を説明されてもわかるけど、こいつらはそれ聞いてもわかんねえか、主人公たちはな。あら、通信切れちゃったみたい。あら、バローズのこの人間味あふれる感じがいいね。なんだよウーゴの野郎、いちいち気分を削ぐやつだな。ほんと一方的なんだよ、会話がドッジボールすぎてな、腹立つんだよな。さてこれからどうする。マップを元に探索しろってよ。東京は広いぞ、むやみに捜索しても黒き侍は見つからないだろう。まずは汚れ人たちに聞き込みでもするかい。まず東京がどんな場所なのか、確かにそれを知ることが先決ね。現状を知りたい。普通に人間が生活してるのか滅んじゃってるのか。そのためには何か目的が欲しいわ。バローズちゃん、クエストをくれ。データ受信中。また送られてきた、一方的に。新しいクエストをリストに登録しておく。さすがバローズちゃんだ。ならこのクエストはどうだ。ほう、悪魔討伐隊の基地を見つけなさい。はあ、やはりこの東京も悪魔に苦しめられていて、汚れ人たちが討伐隊を組織してるみたいな。ウーゴ3000万っか。不慣れな地で一人の女を捜索するのは難儀でしょう。諸君らの便宜を図ってクエストを発行してあげましたよ。うぜ。東京にある悪魔討伐隊とやらの基地を見つけなさい。悪魔を刺激する黒き侍との関連を嫌疑します。なお悪魔討伐隊には有用なデータもあるようですから、その回収もついでに頼まれてくださいね。腹立つなこいつの文章。だ、基地の手がかりが全くねえじゃないかよ。悪魔討伐隊とは何なのかしら。全部知ってるのが腹立つ。ウーゴがなんで知ってるのかも気になる。それを探るのも僕ら侍の務めなのだろう。全部手探りだね。やってらんねえな。ウーゴが上司の会社嫌だわ。うわっ、おっ 3D マップだ。ここに来て 3D マップとは。もうエリア探索もできる。東京広いて、ざっくりしすぎだって。上野